は何に使うやつだ。いやあんま決めてないんですよ実は。なんかドキュメンタリーっぽい編集できたらなと思ってまして。あ、マジですか。じゃあちょっとお名前をお聞きしていいですか。ワールドフェイマス宮田です。今日は何をされてましたか。 VJ です。今日の手応えはどうでしたか。がっつりです。フェフェスニューヘビーとはどういうバンドかっていうのを一言言えば。そうですね、リハが長い。ヨシエスです。あ、フィフス。フィフス。フィフス。フィフスニューヘビーです。めんどくさいんでフィフスでいいです。うわ。ちょっとよくわからないバンドです。ジャンル。ジャンルはジャンフィスです。でもルーツはインダストリアルガレージなんで、それはどこまでの範囲で。あ、3、4カプセル。ほんまの話だよ。ほんまの話で、ほんまの話で影響というか、まあ、音楽性とかもひっくるめて全部、やっぱりサウンドももちろんそうやけど、基本はあのやってることは人間のやってることなんで、人間も含めて全部がアウトプットされてると思って音楽見てるんで、そしたらやっぱり、そうやな、まじで影響というか。これほんまやから、これはマジかな、ほんま。はい、死んじゃう。死んじゃう。これ干からびて死んじゃう。乾きは死やね。はい、乾きは死です。なんかまあせっかく長いことやってるし、まあ、大した貢献もできてないし、だからそうやな、友と話してたのは、やっぱ俺らは俺らのスタイルがあるんで、それらを多分俺らなりの社会貢献の仕方があるんじゃないかなというふうには思ってるんで、それは大きいことはできへんから
界隈のバンドマンにはなんか新しい刺激は与えたいかなとか、その入り口も持っていきたいかなとかっていうのは思っているかな。ないです。ないです。昔からあの一色が多くて、だから、ステージ私服です。私服で白いんで、どこ行っても。バカ一本道です。バカ一本道じゃないですかね。